WDJ150 所院は、シャープ株式会社が、かつて販売していたワープロ専用機のシリーズ。1979年から2003年まで、生産されていた。名称は、商標登録されている。塗装度、ルポ、オアシス、文豪と並んで日本語ワープロ専用機の4、大ブランドの一角であった。ワープロ専用機の発売第1号は、1978年。 発表、翌1979年2月発売の東芝の JW-10 である。シャープはそれに先立つ1977年5月のビジネス仕様にてワープロの試作品を参考出品していたが商品化し発売したのは1979年9月であり、東芝の後陣を排した。1979年9月に発売した商品化一号機の型番は WD-3000 である。参考出品の試作機ではキーボードを用いた金漢字変換方式を実現していたとされるが、WD-3000 ではペンタブレット入力方式を採用していた。キーボードの方が効率が良いとわかっていたが、キーボードアレルギー対策のためとしている文献がある。なお、当初から書院の愛称が付けられていた。 自社の液晶を重視する姿勢から早期に c RT モデルを全廃し液晶モデルへの切り替えが行われた。モノクロ時代には黒よりもグリーンやブルーの方が製造が簡単で安価なため一般的だったが同社の液晶技術を活かした白黒 LCD を採用した。液晶ディスプレイに透明のタッチパネルを重ねタッチペンによって 画面内の文字や形線を直接編集したり図を描いたりすることができるペン書印もラインナップされていた。また画像を取り込むためのハンディタイプのイメージスキャナを搭載したモデルもある。現在のパソコン等の日本語入力では一般的な AI 辞書を書印においては比較的早期から導入していた。それ以外にも特徴的な機能として 自動短縮変換単語、2回目、た単語や地名、人名などは、変換時に変換文字の右側に、米印が表示され、一目で固有名詞と判別できる機能などが搭載され、多機能化を積極的に推進していた。また、企業向けモデルにおいては、液晶ディスプレイならではのメリットを生かし、表示部が回転可能になっている、可動アームにより、 画面を任意の方向に向けられるなどのユニークな商品を提供していた。家庭におけるパソコンの普及に押され、各メーカーともワープロ専用機の生産中止を決定していく中、シャープは最後まで生産を続けたが、ついに初ンシリーズも2000年2月の WDCP2 を最後に新機種は出なくなり、2003年9月末に生産中止となった。 最終機種は同機種と WDVP3、WDMF01 の3機種だった。なお生産終了後も電話による相談窓口が開設されていたが、2014年1月31日にワープロ専用機のサポートを完全に終了した。サポート末期には、社員が保有している書院を提供して、部品を確保していたという書院シリーズのカタログは、 他の家電製品のように総合カタログというものはなく、各、モデルごとに独立したものが発行されていた。ワープロ専用機とはいえ、次第に表計算ソフトやはがき作成ソフト、分類作成ソフト、タイピング練習ソフト、そしてペン書院にはペン入力を利用したペイントソフトなど、徐々に様々なソフトが内蔵されるようになった。 またパソコン通信に接続するためのソフトやファックスモデムが用意されていたほかインターネットが普及してからは Web ブ,ブラウザなども内蔵された電子メール作成機として販売された IPRIMELA も書院ベースで開発されている他に戻す V パソコンを同時搭載した PC シリーズや大学生協と共同で企画開発した SR シリーズも書院ベースで製造されていた ショインシリーズと同様の使用感で使えるワープロソフトが同社製パソコン MZ-2861 に標準搭載されていた。また、同社のアックスパソコンに同梱されたショインアックスは MZ-2861 のものをアックス向けに改良したものである。Windows 用にもワープロソフトパワーショインが開発。 販売されていたが、こちらも2003年12月末で開発、販売は完了し、ワープロソフト、書院はその歴史に幕を下ろした。その後もシャープの携帯電話及び PDA には、富士ソフトのフスカレンのエンジンを用いた日本語入力、システム、携帯、書院が搭載され名前自体は引き継がれていたが、2010年秋以降は E1 が採用されたことにより一度は幕を下ろした。 その後2015年夏、モデルとして発売されたスマートフォンには日本語入力システム S 書院が搭載され、ソフトに書院の名が5年ぶりに復活した。ありがとうございます。